った伝承と秘密の妖精。どこに行こうかな。よし、ライザもここの掲示板にある依頼を受けてるのよね。うん、今のところこれがお仕事みたいなものだからね。そう、ライザってすごいのね。掲示板に貼ってある依頼って簡単なものばかりじゃないでしょ。たまに危険な内容のものがあるから心配なのよ。討伐依頼なんかはそういうの多いかな。仕事に口出しするのはどうかと思うけど、あまり無茶はしないでね。特に討伐依頼を受けるときはお金よりも身の安全を第一に考えないとダメよ。大丈夫だよ。私もお金より自分の体が大事だし。心配してくれてありがとう、ゼフィーノさん。どんな依頼があるかな。これならなんとかな。よろしくね、ライザ。どこに行こうかな。よし、今日はどんなことが起こるかな。冒険は毎日がドキドキだよ。戦況を変えるよ。
はあ、そこだ、よっと、はあ、どいて、楽勝楽勝、さあ早く進もう。
だろう、これ結構珍しいものかも。薬の調合って結構するから、少し重めに取っておこうかな。ねえ、どこに行くのさ。よーし、行くぞ。サラサラっと、砂は簡単に取れるからありがたいな。綺麗な花だけど、ごめんね。素材に使わせてもらうよ。ティアー！火薬は遺跡探索で必須なんだ。みんな気をつけて。そこだ、よっと。はあ、わわ、そこだ、よっと。はあ、ライザー、任せた。やっぱり糸は苦手だよ。目が痛くなってきちゃう。えい！ティアー！ティアー！糸を集めるのも慣れたものよ。くるくるくるっと。
は新しい何かに出会えるかも。美味しそうな食材が手に入った。少しもらっても大丈夫だな。するね。これならなんとかなる。すごいわライザ。これならすぐに報告。どこに行くのさ。よーし
調査ノートの補充はできてる。今日もたくさん調べるぞ。てやっ、強そうだけど大丈夫かな。そこだよっ、はあ、せーの、そこだよっ、はあ、せーの、ライザー任せた。そこだよっ、はあ、せーの、そこだよっ、はあ、そこ、そこだよっ、はあ、走れ炎よ。来て、そこだよっ、はあ、さあ始めるよ。一気に行くよ。そこだ、ライザー任せた。せーの、そこだよっ、はあ、どいて、そこだよっと、吐いて、何を使おうか。一気に行くよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。ちょっと強くなったのか。もっともっと強くなるぞ。確か前にこんなの撮ってたよ。美味しそうな食材が手に入った。まあ錬金術に使うんだけどね。何よここ。金属は本当に何にでも使えるからね。持ってるだけ持っていこう。えい、てや、たくさん取っておかないとね。あった、これこれ、すぐなくなっちゃうし。てや、ねえどこに行くのさ。よし、どうか怖いことだけは起こりませんように。てやてや、島に比べてオートは鉱石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。宝石の名前とか特徴も完璧に覚えちゃった。3年前の私が聞いたら驚くだろうな。ねえどこに行くのさ。よーし、何作っちゃおうかな。
何にしようかな。入れる場所は。すごいのできちゃうかも。入れてから考えるのもありかな。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。何をしようか悩んじゃうな。さあ、何を入れよう。入れようかな。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。何入れよっかな。どれもよくて悩んじゃうな。こんな感じかな。入れる場所は。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。何を入れよう。お、いい感じかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。いい感じ。さすが私。何作っちゃおうかな。
入れる場所は。さあ、何を入れよう。どこに行こうかな。よし。どの依頼に。これなら。これならなんとよろしくね、ライザ。どこに行こうかな。よーし。てやっ、こいつ多分強い。そこだ。よっと。はあ。そこだ。よっと。はあ。ライザ、任せた。そこだ。よっと。はあ。ヒデ。そこだ。よっと。はあ。ヒデ。そこだ。よっと。一気に行くよ。何を使おうか。こんなところで。どこに行こうかな。よし。強そうだけど大丈夫かな。そこだ。よっと。はあ。せーの。そこだ。よっと。はあ。せーの。ライザー任せた。そこだ。よっと。はあ。そこだ。よっと。はあ。いて。そこだ。よっと。はあ。の。ヒデ。そこだ。よっと。はあ。じゃあ始めるよ。一気に行くよ。そこだ。ライザー、任せた。そこだ。そこだ。よっと。はあ。そこだ。よっと。はあ。ふいて。さあ、始めるよ。戦況を変えるよ。せーの。何を使おうか。戦況を変えるよ。正解。強かった。もっと鍛えなくちゃ。どこに行こうかな。よーし。
こに行こうかな。よし、行くぞ。てっ、強そうだけど、大丈夫かな。正解。そこだ、よっと、はぁ、あ、せーの、そこだ、よっと、はぁ、ライザー、任せた。せーの、そこだ、よっと、はぁ、そこ、そこだ、よっと、はぁ、何を使おうか。一気に行くよ。そこだ、ライザー、任せた。せーの、そこだ、何を使おうか。よっと、はぁ、そこ、そこだ、よっと、変えるよ。強かった。もっと鍛えなくちゃ。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。どこに行こうかな。よーし、行く。どこに行こうかな。よーし、行くぞ。強そうだけど、大丈夫かな。正解。そこだ、よっと、はぁ、ま、せーの、そこだ、よっと、はぁ、ライザー、任せた、ま、そこ、そこだ、よっと、はぁ、そこだ、よっと、はぁ、そこ、そこだ、よっと、はぁ、さあ、始めるよ。戦況を変えるよ。ライザー、任せた。そこだ、よっと、はぁ、ライザー、任せた。どいて、さあ、走れ、炎よ。ライザー、な、そこだ、よっと、はぁ、さあ、始めるよ。一気に行くよ。楽勝、楽勝。さあ、早く進もう。ねえ、どこに行くのさ。よーし、行く。ねえ、どこに行くのさ。よーし、行く。てやっ、強そうだけど、大丈夫かな。そこだ、よっと、はぁ、せーの、ヒデ、そこだ、よっと、はぁ、ライザー、任せた。そこだ、よっと、はぁ、ヒデ、そこだ、よっと、はぁ、そこ、そこ、そこだ、走れ、炎よ。そこだ、よっと、はぁ、そこだ、さあ、始めるよ。戦況を変えるよ。そこだ、よっと、はぁ、よーし、行く。
強そうだけど大丈夫かな。そこだよっ、はあ、せーの、そこだよっ、はあ、ライザー任せた、そこだよっ、はあ、いて、そこだよっ、はあ、僕が行く、そこだよっ、はあ、そこだよっ、はあ、そこ、あ、そこだよっ、はあ、何を使おうか、一気に行くよ、ライザー任せた、よっ、はあ、どいて、そこだよっ、はあ、よっ、吹いて吹いて、怖いな、何を使おうか、戦況を変えるよ、楽勝楽勝、さあ早く進もう、ちょっともっともっと強くなるぞ、どこに行こうかな、よし行くぞ、ねえどこに行くのさ、よし行くぞ、てや強そうだけど大丈夫かな、そこだよっ、はあ、せーの、そこだよっ、はあ、ライザー任せた、あ、せーの、そこだよっ、はあ、そこ、いて、そこだよっ、はあ、せーの、と暇そうだな。ウォルカーさん、どうしたんですか今日は。最近の調子がどうか気になってな。錬金術の研究の方は順調かね。はい、ウォルカーさんがこの部屋をタダで貸してくれたおかげです。そうか、助けになっているのであれば私も喜ばしい。
だがライザさん、忘れてはいないだろうな。ただで貸すのには条件があったこと。町の人を積極的に助けろというのは、寝る間を惜しんだり自分の生活よりも優先して助けろという意味ではない。だが少なくとも積極さが見えない時点で条件を満たしていないことになると思うのだが、さてこの場合私はどう対処すればよいだろうか。ライザ、いえ、私が積極的に人助けをするのでボルカーさんが対処する必要はありません。本当かね？約束します。わかった、ライザさんのその言葉信じよう。今後の活躍を期待している。では失礼する。ああびっくりした。でもサボりすぎちゃった私のせいよね。後で掲示板見に行ってみようかな。どこに行こうかな。よし行く。こいつ多分強い。そこだ。よっと、はあ、せーの。そこだ。よっと、はあ、ライザ任せた。いて、せーの。そこだ。よっと、はあ、そこ、いて、そこだ。よっと、はあ、せーの。いて、はあ、そこだ。よっと、はあ、せーの。そこだ。よっと、はあ、そこだ。よっと、はあ、そこ、そこだ。よっと、はあ、かっこ悪いな。せーの。何を使おうか。一気に行くよ。私たちの勝ちだね。ねえ、どこに行くのさ。よし、どこに行こうかな。よし行く。あれ、もしかして休憩中？ええ、ちょうどお客さんが途切れたから。そうだ、時間あるならちょっとお話ししない？美味しいケーキもあるの。ぜひともお話ししましょう。そっか、このお店のお客さんはほとんどが王都の外から来た人たちなんだね。旅人、商人、タオ君みたいな学生さん、そんな人たちが多いかな。こんなに美味しいお店なのにここの人たちは知らないのかな。知ってはいるだろうけれど入りづらいのかもしれないわね。でも私は今のお店が好きだから、このままでも一向に構わないけど。どういうこと？私ね、王都の外から来た人たちの話を聞くのが大好きなの。私が知らない土地の町や風習、行事とか、そういう話を聞いてるとワクワクしちゃうの。ゼフィーヌさんって王都の生まれだっけ？ええ、王都生まれ王都育ちで、王都の外には生まれてから一度も出たことないわ。だから行ったことのない土地の話を聞くとワクワクしちゃうのよ。そっか、ゼフィーヌさんももしかしたら冒険好きなのかもしれないね。それは飛躍しすぎ。
私はここで話を聞くだけで十分。そういうわけだからライザ、あなたの故郷のお話も聞いてみたいな。うん、私の故郷はエリプス湖に浮いてる空剣島ってところでね、その島にあるラーゼンボーデンっていう小さい村に住んでるの。湖に浮く島、素敵なところね。もっと詳しく聞かせて。うん、ラーゼンボーデン村は小さい村だから基本的に自給自足で、どの依頼にしよう。これならなんとか。ありがとう、これが報酬よ。これなら。これならな、よろしくね。ねえ、どこに行くのさ。よーし、これで何作ろうかな。石だってやり方次第で立派な素材になるのよね。気をつけて。そこだ。よっと。ははー。せーの。そこだ。よっと。せーの。ライザー、任せた。そこだ。よっと。そこ。そこだ。よっと。せーの。そこだ。よっと。ははー。そこ。
一気に行くよ。ライザ、任せた。そこだ。よっと。せーの。よっと。せーの。そこだ。よっと。そこだ。よっと。そこだ。そこだ。よっ。何を使おうか。一気に行くよ。私たちの勝ちだね。えい。ティア、みんな気をつけて。そこだ。よっと。せーの。そこだ。よっと。せーの。ライザ、任せた。そこだ。よっと。そこ。走れ。炎よ。そこだ。よっと。どいて。楽勝楽勝。さ、早く進もう。形の石だ。ティア！だけどライザは形はどうでもいいとか言いそうだな。昔と違って僕も鍛えたんだ。これくらい余裕で持てるさ。よいしょ。ティア！加工して宝石に、なんてことないよな。ティア！ライザなら機器として素材にしそうだし。えい！ティア！えい！これおやつによく食べる木の実だ。香ばしくって美味しいんだよね。ティア！えい！これ使ってる薬苦いんだよな。なんだ、余裕余裕。そこだ！よっと！せーの！そこだ！せーの！ライザ！任せた！そこだ！そこだ！せーの！そこだ！そこ！そこだ！よっと。何を使おうか。一気に行くよ。楽勝楽勝。さ、早く。ちょっとは強くなれたのかな。もっと強くなるぞ。ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。どんな依頼がある。これならなんとかな。すごいわライザ。どこに行こうかな。よし。
どこに行くのさ。よし、行く。ねえ、どこに行くのさ。よし。ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。僕も鍛えたからこれくらいなら平気さ。どこに行こうかな。よし。Thank you.
どんな感じにしようかな。雰囲気変わるものを置きたいな。